ですよね。今回ね、まあ、こういうのね面白いんじゃないかなと思うんですけど、カエル図鑑ね、カエルの、ものですね。こういったものっていうのはね、なんていうの、昔、大昔ですけど、これ持ってたんですよ、同じやつをね。で、ある時ちょっとリサイクルドと見せ行った時に、たまたまこれが売ってたんですよ。で、すごい安かったんで、まあ、それで、こんな安い値段にしちゃいけねえだろうっていう値段だったんですね。で、それでこれ買ったんですけども、まあ、これちょっと自分のやつにしようかなとかちょっと思いましてですね。で、こういう、今、こういうケロケロケロピってなかなかないんですよね。と、ほら、当時なんですけど、だから昭和63、4年とかそのあたりぐらいですかね。ほら、中身も綺麗なね。ケロピって、ケロ製って書いてあるね。わかりやすいですね。ケロケロケロピってのは、ケロ製からやってきた、ね、地球上のカエルかなと思いきや、宇宙人なんですね、この人。で、こういう風に、なってるわけですよ。で、ほら、ほとんど、もう、ほとんどっていうか、全部書いてないね。うん、書かれてない。で、こうやってほら、こういう風になってるわけよ。こういったことってね、書いちゃったりすると、なかなかね、ノートですから、もうどうすることもできないんだけど、まあ、中に誰かがこう書いたりすると、もう下がっちゃったりするんだけど、そういったものが一切ない。だからこれは多分その、なんだろうな、最初買った人が多分2冊ぐらいこれ買って、で、1冊はなんか書いて、もう1冊はこう、飾り用として多分飾ってたんじゃないかな、こんだけ綺麗だからね。で、これ見てわかるんだけど、ここに1988年から94年と、ここ書いてあるわけですよ。で、ということはこれは88年から94年までの間に、まあ、販売されていましたということなんですね。で、これがリメイドインジャパンと書いてある。日本製なんですね。れっきとした日本製なんで、今だいたい中国製とかになってるかなと思うんだけど、これは日本製、日本で、日本の工場で作られていましたってやつね。だから今はね、本当に情けないことなんだけど、何でもかんでも外国に頼りゃいいやと思って、外国の方が人件費が安いからとか言い出してね。で、外国にどんどんこう作らせちゃってんだけど、これ大きな間違いなんですよ。ね、日本は自ら、日本の財産というものを自ら失っちゃってるのね。それは何で自ら失ったかっていうと、日本人の人に作らせたりすると給料を上げなきゃいけないでしょ。だからそういったところにこう渋っちゃって、ね、景気が悪いから日本人の給料を渡すのはもったいねえみたいなね、そういうおかしな考え方を日本人が持ち出して、で、それだったら外国の人にやらせた方がいいと、外国の人に工場を持って作らせた方が安く済むからっていうことで、それで外国の方にどんどんこの作らせてるわけですよね。うん、だからそういったようなことをその海外の人にどんどん作らせてるから、まあ、その、なんていうのかな、おかしなね、ことになってるわけですよ。うん、だから今の日本のものっていうのは、メイドインジャパンとか言いながら、日本で作ってんのかと思いきや、日本で作ってないと。だからこのコロナの時代になって、さらに景気がものすごい悪くなったから、その原因を作っているのは私たち日本人でもあるというようなことが伺えるわけ。それは日本でメイドインジャパンと言いながら、日本人に物を作らせないで、海外に物を作らせた方が安いからというね。要するに、まあ日本人がその、言ってみればケチケチしてかしたわけですよ。ね。景気が悪いんだから、日本人の人たちにお給料を上げるのは、もったいないという恐ろしい考え方をして、じゃあもっと海外の人に作らせて方がいいと、海外だったらば例えば輸送費とか考えてもね、人件費が安いのでそれで済むと、だからそれでちょっとしたまあ節約になるということで、でこれを年間にわたってやったらすごい節約になるからということで、それで海外にどんどん作らせたんですよ。
だからある意味節約ってすごくいいようなことのように聞こえるけど、実は節約ってのは悪なんですよ。ね、節約はいいですよとか言ってるけども、ただ実際は、まあ中には良い節約もあるんだけど、あんまり節約ばっかりこだわると、結局それは無駄なことなんですね。悪い方向へつながっていくんです。だから、あんまり節約ばっかりするってのは良くないんですね。だから日本人はこういった良いものを作れなくなるんだよ。この時はまだ日本は日本製のものを作ってたから、こういったものを作ってた。だから、これでメイドインジャパンですって言っても実際、サンリオは日本の、ね、キャラクターやし、日本 で誕生したキャラクターやし、それで同時にこの何て言うのかな、この海外でもまあ作られた。でそこの中で日本に誕生したキャラクターなんだけど、まあその中で宇宙人がこうケロって言ったらケロ星って宇宙人があって、でその宇宙からやってきたよっていうところと結びつくわけですよ。でそれで日本と、そう、日本という国に受け入れられて、でケロッピは誕生したわけですね。うん、ちょっと話がややこしくなりますけども、でもそういう風になってるわけですね。ですからこういうものっていうのはすごく大事なことなんですね。うん、だってこれならメイドインジャパンですよって言って、これは海外の人だって喜ぶわけですよ。だってメイドインジャパンっていうからね、日本で作ってんのかと思うじゃん。これはちゃんと日本で作ってるから、日本の工場で作られてる。今のやつはね、日本の工場で作られてないからね。でこのカエル図鑑ってのを見て分かるんだけど、殿様ガエルとかね、分かりやすいですよね。あなたアマガエルとかね、これは分かりやすいね。牛ガエルとかシキガエル、鳥ガエルになっているんだね。だから若ガエルとかね、若ガエルすぎだろうってツッコミがありますけどね。あとは赤ガエルとかケロッピとかね、ケロッピ、まあ、大体ね、このお尻だとケロッピっていうのがね、有名だからね、ケロッピしかいないのかなと思うけど、実はケロッピ以外に仲間がいたというね、うん、知られざる事実がいたわけですよ。で、こういうふうにケロッピが、ね、ケロッピ先生がこういうふうに他にキャラクターがいるんだよということをまあ紹介してる。ね、あんまりこういうのって珍しいと思いますよ。だって今他のやつケロッピってなんか知んないけど、なかなかあんまりいないから、そうするとケロッピしかいないもんだと思っちゃうじゃない。ところがケロッピにはケロッピで住んでる惑星があるから、当然ケロッピの仲間がいるわけなんですよ。でそれをこう紹介してるね。だからケロッピだけがこう主人公なのかなと思いきや、実はケロッピの中に隠れてるけど、ケロッピの、中にはその友達がいるんですよということですね。うん、なんかこれ以外にも、これ図鑑って言ってるからこれだけじゃないと思う。もっと他にいるんじゃないかなと思うんですけど、まあとりあえず仲間はこんだけいますよということですね。うん、まあなかなかこう面白いですよね。こういったノートってね、ある意味大事なんですよ。こういったものって中に書いたりするとちょっとね、もう誰かが書いちゃったってなると、あの価値っていうのは下がっちゃうんだけど、こういったノートって、こういうキャラクターノートだから難しいところがあるんですね。こうやって中のページをなんか書いちゃったりすれば価値は下がっちゃうんだけど、何も書かない状態でこういうふうに取っと、きれいに取っておけば価値は上がってくるんですよ。だからそういったものってのが大事なのね。でもこれをほとんどの方は知らないのは、最初はね、うん、ただのノートやろみたいに思っちゃうから、そんなに価値なんかあるわけないじゃないかと思っちゃうの。確かに普通の何にも消費がない、何にもないノートやったら、まあそれはただのノートとして、一般的なノートとして終わるかもしれないけども、これは書くだけが役目じゃないんですよ。実は書くのが役目ですよと言いつも、実はこれを取っといてくれないと。取っといておくと、後々高くつく。だからこれはノートなんだけど、あんまりノートとして書いちゃうと、もう書いてももったいないですよみたいなね。で、そういうところがあるので、まあそこはこうね、あれですよ、考えた方がいいかもしれませんね。だいたいこのノートだいたい1冊が100円ぐらいだとしても、今こうと500円ぐらいになってるんじゃないですかね。価値で言ったら500円ぐらいになってると、もう下手したらもっと1000円近くいってるかもしれないね。うん、それだけやっぱり今の時代では珍しい。ものなので、まあこういったノートがあったらね、やっぱりこういうキャラクターのノートって大事なものだから、こういったノートってのは取っといた方がいいですよ。何も書かずにね、取っておくと
それが10年後、20年後だったら、すごい金額に化ける時がありますからね。ですからまあ、そういったものっていうのは大事に取っといた方がいいよと。だからこれよく取っといてる人がいますよね。私、大昔このノート、買ってもらった時やったもん。だけど、それ大昔の話だから、ね、もう20年以上大昔の話だからさ。だからそれが今の時代にこうやって手に入ったってのはある意味感動しますわな。うん、ああ、これ懐かしいな、みたいな。これ見た時には懐かしいわ、そういやこんなものあったわ、みたいなね。そういうふうに思いましたけども。なかなかこれはケロッピーはいいです。ケロッピー人気あるからね、本当。だからケロッピーはなかなかカエル系のキャラクターってあんまりいないんですよ。だからカエルのキャラクターってのがあんまりいないから、それだけやっぱり価値が高くつくんですね。まあこれはしょうがないですよ。うん。まあ物には価値ってのがありますから、これは高くなってしまうのはこれはどうしたって仕方がないということなのね。まあこれはもうこういうものはもう見ていただいて、まあ買っていただくと。いう方はいいなと。いう感じなので、これは取っといていいんじゃないかなというふうに思います。こういうのはいつ本当にいつ手に入るか分かんないからね。同じものを手に入れようと思ってもなかなかもうないから、もう20年以上経って前のやつだから、20年以上前のやつはすぐ簡単に手に入りますかって入らないからね。ほとんどのものはもうそれこそノートとして役目を終えてもう処分されちゃってるかね、あるいは誰かが取っといたとしてももう希少のものだっていうのはもうそれこそ分かってるから、そう簡単には手放すっていうことはないだろうから、そうするとまあこういったものってのは価値がつくので、なかなかねこう手に入りにくいかなというようなねところはあるんではないかなというふうに思います。というわけでどうもありがとうございました。